も4時。さあ続いては鹿児島から来ました。チーム4チン with AGC。鹿児島ですよ。鹿児島で壊すか。中途半端なこのズラと眼鏡。なんだ鹿児島といえば。といえば、はい。いやいやそれさだからさ、立浪人は確かにこれどうするのこれ。うまいけど。うん、まあうまい。うん。うまいけどさ。うん。うまいけどね。3人いて。うわ、あ、来た。くーっと、くーっと来るね、くーっと。おいしい、おいしい。おいしい。うん、くるくるくる。水じゃねえだろ。じゃあ、車行こうか。これ、はい、3、4。かっこよか。この色珍しいね。これは33のミッドナイトパープル。あ、ミッドナイトパープルだ。エンジンは何？26。うん。ほら。あら、これ？さぞかしいい走り続けじゃないですか。あら、でも綺麗にできてるよ、中もちゃんと。はい、次これ。何このフェンダー壊れとるよ。出たねこれ。鹿児島に来るまでにちょっと。嘘だ。ずれた。いや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 。鹿児島に来るまでに。違う違う、鹿児島からうるさいよお前も。突っ込むなよそんなとこ。これ。はい。エアフロレス。エアフロレス。うん。綺麗にしてるじゃない。うん。パワー的には。300、そう30ぐらいで。エアフロレスはもうすでに流行ってないよね。うん。自分のポイントしたのに。鹿児島で今。ちょ、田口さん。違う。鹿児島の方に今時の教えてあげようと思って。今時を。さあ来ました。これ一番気になった。これ1400の SL なのベース。これスプリンターがベース。スプリンター。はい。カローラのセダンの。グリルをつけました。でも、はい、27だよ。27の型式ですけど、トレノではない。そうだ、うん、エンジンは4エンジンに書いてある。書いてある。あ、なんか漏れてる。 CR キャブ。あ、本当だ。漏れとるよ。ちょ待って、お前これ多分オイル。あ、これだ。あ、危ない危ない。いや、これダメだよ。まあ、あの危ない危ない。巻くかワイヤーで。さっきまでバネつけてたんだけど、ワイヤーが飛んだんだ。飛んでました。なりにくいよね。でもこれ重捨てでしょ。だって重捨てです。一応86の。あ、86の。あ、使ってんだ。あ、色ですね。すごく気になるこの車。切れ角もついてる。うん、るね、あ、違うわ。なんか、なんかついてる。アダプター。ああ、これいいね。フェンダーも FRP。え？トランクも作ってます。あ、本当だ。あ、作ったの？すげえ。ドアもドアは。ドアは。本当だ。あら。あら。ガソリン安く入れんの？はい。これいいじゃん。へえ。ドリフトは難しそうだな。さあ行きます。ヨンチビズ AGC。まだ絶景16番、荒垣俊樹。ヨンチで壊す。まあなんとなく柔らかいって感じですね、これもね。まあ別の言い方するとつまらん。続いて絶景17番、吉海へユージ。26ですよ。2634。あれ？やだ、やばいやばいやばい。よしよしよし。よしよし。よく戻したね。よく戻した。うん、よく戻した。続いてデッケン18番、馬場大輔。まっすぐ。まっすぐ。サイド。いや、でも基本に忠実ですよ、これは。あの、なんか懐かしい感じのする初心者的な乗り方だね。うん、はい、独特なサウンド。染川亮太。かっこいい。おお、来た。痛い。だって今さ、だいぶ来たよ。見ちゃったんだもん、今。かっこいいから見ちゃったら痛いよ。おビデオオプション。お前たちの問題だろこれ。この位置。このね。これちょうど来るわ。はい、これですよポイント。これ本沢、はい。はい。ここ来るんじゃないかみたいな。デンジャラスポイント。そう。ああ。ほらほら、言ってることわかるでしょ。危ないなこいつ。あ、ノーコン状態だよ多分。30点。ジムセパラプチカシガラショー。さあ、そして最後のチームはまたまた福岡県、全員10代らしいですよ。チームシェカラシカ、イエーイ。イカ天もね、はい、裸のやつはいますよ、はい、まさかこのうちの息子だと思ってない。野村さんの息子がイカ天ゴーちゃん初登場でございます。やった。出たかったんだよな。めっちゃ出たかった。そうだよね。だってイカ天なんてお前が生まれる前からやってるわけで。いくつになったの？今17っすね。出たよ。17年以上俺たちこんなことやってるから。長いね俺たちも。本当に。それはおっさんになるわけやね。うるさいよ本当に。で、やりたかったんだ。
やりたかったっす。もうこうカメラの前にケツ出しちゃって。ケツに絵描いて喋りたくて喋りたくて。いや、もう一回喋ってくじゃん。喋ってくよ、待って。こんにちは。俺は育て方間違った、ね、ね。いや、でもね、うん、いいじゃん。あの今ね、裸になるのが主流で、うん、ちょっともう飽きてるでしょ、うん、そうだね、ただ裸じゃね。やっぱりね、ケツに顔いいよね。もともと顔さすが、そう、さすが野村家、そう、さすが天才。お、調子乗ってきたこれ。似てるね、やっぱりどっかね。憧れのドライバーとかいるんじゃない。憧れのドライバー、誰誰。お、やっぱ超えたいですね、親父は。でも憧れてないでしょ。憧れてないっす。やっぱりね、末永直人先生が出身。お、直人が。ここにもちょっと10代っていう。あ、そう、10代聞いてみようよ。お前17だろ。17。いくつ。19。19、ドリフト歴は4ヶ月。いくつ。19です。19、ドリフト歴1年とちょっとぐらい。1年ちょっと、はい、19です。19。1年ぐらい。17です。17。6ヶ月。高校生。車見ましょう。車、はい。これ、はい。お前運転するんだ。はいはいはい。これは親父の、親父の？いや、受け継ぎ、いや、もらいました。もらったの？憧れのドライバーとかいるんですか？憧れのドライバーは、うん、親父です。やった。いや、今お父さんとしては喜ばしいね。喜ばしいね。にやつかないですよ、ね、親父。そうなんですか。これ、はい、親父、はい、カートをやってたっていう情報があるから、一応全日本まで行きました。おっと、はい、おっとっと、それでおっと全日本で一回だけ優勝しました。おっと、フォーミュラーの道とか行かないの。まあ、やっぱストリートで。ストリートで何を言って全日本行って、やっぱりストリートで。これ、はい、これは自分のなの。親父の宝物をミサイルにしました。もうものすごい手でよかったのに。ボロボロよ、もう。これ、これ野村さんが持ってたやつ。そう、大事に、ね、13をずっと置いて車庫保管してたやつ。内装がね、フルブリトン。あら、ほんと後ろまで。あら、ほんと。これが自慢で、ケツって。ケツ、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 お前は。よかろうもん、よかろうもん、肛門。何を言ってた。よかろうもん、肛門で。バカじゃないのって、お前の息子だよ。お前とか。やっぱあのサイドブレーキのあれ、グリップやすそうだよね、カバーがね。もうね。また親が。期待のチームでございます。鉄拳21番の野村圭一、本邦初公開。おっ、すごいじゃん。出たね、野村さんを見るかのような。先生がいいのかな、やっぱり。ナオトって言ってたよ。あ、そうだ。あいつ教わったことはないって言ってたよ。続いて、ね、鉄拳22番。ぶつかって、やばい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 。れんかったじゃん、もう。やっぱり危ないよ、危ないわ。本当に拍手じゃねえよ。何の拍手じゃそれ。やらかした。ね、やっぱり両足いると逃げれんよ俺。でしょ。マジで。いやだと思うよ多分。マイナス100点。これ全員マイナス100点じゃないですかこれ。そうだよ、俺マイナス100。出た。出た。マイナス100、100、100。熱拳23番の富永拓穂、19歳。19。あ、ロックでサイドで綺麗に持ってった。まとめ乗り、まとめ乗りやね、これはね。熱拳24番和田健志郎、目指すはストリート。あったや、ストリートって。これまた変なサイド。こういうさ、小技上手くなっちゃダメだな。若い時はもうちょっと、あ、ガンガン行かないと。さあラスト、ゼッケン25番なおのゆうま。さあギリギリ来た。いいだいいだ。へい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 、いいだいいだ。かけろかけろ。そこ先笑っとるから。ざまみろ。ざまみろってひどい人だね。ざまみろって。